こんにちは、荒獅子男之助です。今日は三代目三遊亭圓丈師匠で、悲しみは埼玉へ向けてです。悲しみは埼玉へ向けて、何これ、このなんていうか哀愁のこもったこのお題は何でしょう。お題から察するとですね、これはなんか悲しいことがあったら埼玉に行けばどうにか、なんないよな。圓丈師匠は本当予測不可能ですね。予測不可能なところで圓丈師匠をエンジョイしましょう。なんつって。それじゃあまた後で。そういうことでございましてね、三遊亭圓丈と言いましてよろしくお願いしますけどもね、本当に元気だったですね、ブラックさん、背骨複雑骨折したんですよ、2ヶ月前に、もうダメだと思ってたんです。素晴らしいですね。もうね、そういうことでございましてね、これマイク立ってますけれどもですね、来年あたりになると思うんですが、 CD を僕出すことになります。で撮ってるんです。で一席やるんですけども、なるべく笑っていただいた方がありがたいなとこう思ってましてね、でもあれですね、3日間やりまして、明日は続々特集という、本当にイージーな企画ですね、で明日はネタ殺しやります。で僕のタイトルが3続々という、なんか続々する話を3本まとめたという、なぜ3本まとめたかというと、1本だとそれる恐れが、3本やると1本ぐらい当たるだろうという、それだけなんですけれどもね、そんなようなことでございましてね、何喋ろうかと今考えてる最中です。やることは決まってるんですけど、それでは、古典っていうのはいいですね、自然に入っていくんですね。ヘッツァンがエドゥドゥなんて入っていくんです。新作は突然入る場合多いですから、一応宣言してから入ることになる。それでは入ってみたいと思います。階段を上ってホームに出る。発車のベルはまだ鳴っていた。ここからラッコに入った。駅の表示を見る。ひらがなで黒黒と6文字、北千住。なんという悲しみに満ちた名前なんだ。特に北が悲しい、北のつくのは悲しい、北朝鮮、北千住、北越がみんな悲しい。しかも字も悲しい。今までこの北千住、ずいぶんいろいろ、日本の平壌北千住、埼玉の隠し玄関北千住、群馬の物置北千住、いろんなことを言われてきました。でこの北千住の話をすると、大阪の人っていうのは必ず聞き終わった後に言うんです。おもろいとこでんな、でその北千住どこでんねんとこある。そこで北千住というのは山手線には隣接してないこういうとこですよっていうと、大阪の人は必ずまだ同じこと言う。あ、そうでっか、おいや、重曹みたいなもんでんな、でどこでんねんってこうなる。この北千住、もう一口に言いますけど、 JR 地下鉄私鉄4本通ってるんですよ。4本です。若者の町原宿でさえ2本です。ところが4本通ってる北千住、西口を出てひょいっと見ると3階以上のビルが1つもないんです。東口を見るとなんと2階以上がないんです。しかし北千住の人たちは決してくじけません。3階以上を高層ビルと呼んで、4階以上は超高層ビル、決してくじけません。何にもないんです。駅前にあるのはサラリーローン千代だと、パチンコ屋が2軒です。このパチンコ屋もまたせこい、パチンコびっくり屋、パチンコ亀、なんだそれは。
そして北千住というと僕は真っ先に思い出す名前があります。それが源氏という一杯飲み屋です。ここは家族で経営してまして、本当の意味の従業員はたった一人しかいない。ところが一人の従業員を常連客はなんていう、専務、専務と言う。すると、へえへえ、お待ちどうさまでした。専務が肉じゃがを持ってきて、常務が靴を揃えて、社長がもつを焼いて、会長がレジに座る。無駄がありません。そう、俺はこんな話をしたことがあったなと感慨にふけっていました。つまり今までは回想シーンだった。思い出してただけ。バカ野郎、この野郎、そいだったらちゃんとそう言えよ。最近はですね、お客さんの質の低下が叫ばれてる。言わないと理解してくれない。そいだったらお前芸の力でカバーしろ。最近は芸人の芸の質の低下がさ、そんな芸はありません。そこで申し上げたわけです。あれから17年、北千住は大きく変わったんです。さっき言ったパチンコ屋ですら変わったんです。まずパチンコ亀潰れました。当然です。そしてパチンコびっくり屋、びっくり屋パート2にバージョンアップした。しかも西口東口に2軒あって、2軒ともパート2なんだ。じゃあパート1はどこ行ってけ。これを聞いてはいけない。これが理論と常識を超えた北千住だ。そしてこの北千住の変化、こんなパチンコ屋なら取るに足りません。最大の変化は何かというと、北千住を知らない子供たちが育ってきたんです。北千住のあのバスエドっていうのは大変なもんだったんです。昭和30年代の漫才師のネタに必ずあったんです。うめいのうめで北千住やる、そういうのあった。だからもう北千住の駅前というのは必ず早足で通り過ぎる、決まっていたんです。だからもしその北千住の駅前も、もう決まってましたから、いかん、北千住の駅前だ、こんなところを人に見られておきたら私の経歴に傷がつく、急げ、ケアと顔を隠して逃げたんだ。そしてこれを見られると本当に経歴に傷がついた。履歴書に書き込まなければいけなかった。賞罰なし北千住3回、こういうふうに。ところが今や北千住の駅前をまるで原宿六本木と同じ感覚で若者がたむろするよ。これは何でしょう。実はこの北千住にあの駅ビルのルミネが建った。新宿にある、川崎にある、横浜にある、あのルミネがドーンと建ったんです。北千住と言いますと、一時駅さえ見れば発作的にビルを建てると言われていたあの丸いのクレジットすら思いとどまったんです。いかん、ここで建ってはいかん。理由はないが、とにかくいかん、やめたんです。それをルミネは何をドーンと取って駅ビルを建てました。そして同時に地域再開発です。商店街の名前も変わりました。今までは北千住西口商店街、今は違います、北ロード1010 1010ですよ。これは何か、千住と単なるダジャレだったんです。その彦で朝日商商店街、 北千住三ロード、往年の勢いを北千住は今や取り戻しつつあります。こういう話をするときっと素朴な疑問が湧いてくると思います。バカ野郎、お前北誰が行くんだバカ野郎、そういう素朴な疑問があると。その素朴な疑問にお答えします。誰が行くのか、うちの家族が行ってる。もうとにかくですね、うちはあのちょっとした買い物は綾瀬です。ところが正式な買い物は北千住。必ずネクタイを締めて、もうヨーロッパ8日間の旅に出るようなワクワクしながら、我々にとって心の都なんです。そして北千住、本当にじゃあ悲しみがなくなったのでしょうか。そんなことはありません。この北千住の悲しみというのは、上野から日比谷線に乗った時によくわかるんです。
上野の剣は入谷です。入谷というと昔から言葉があります。恐れ入谷の岸文字という。ところがよく分からなくなって昭和40年代になるとあそこは家具センターが、そこで言われたのが恐れ入谷の家具センター。そして昭和60年代から平成に入ってこの家具センターが倒産したんです。では今何と言ってるか。今は恐れ入谷の何にもなし、何にもなくなっちゃった。そして入谷の次が箕輪です。箕輪というと誰でも知ってるのがあの箕輪の満七親分です。誰だよそいつは。箕輪の満七というのはあの銭形平次のライバルです。素晴らしい特技持ってます。あの箕輪の満七親分は事件があると真っ先に踏み込んでって必ず犯人じゃないやつを捕まえるとそして言うわけです。銭形でぬ今度はもうお手上げのようだな、フィアフィアフィアと言って最後はてめえがお手上げ。これが箕輪です。箕輪の次は南千住です。南千住と言いますとあの三屋のドヤ街です。しかし今老齢化とホームレス化で凄まじいです。あそこを歩いてるともうあの年寄りの労務者たちが一升瓶こう持ってキャリーバッグ持ってですね、それでこうやってグワーッと怖いですよ。そして交差点のとこです。中古品を売ってるおじさんがいたんです。品揃えが変わってるんです。テレビ一台ポット一つ全部一つ なぜかというと彼は簡易ホテルに2畳の簡易ホテルずっといたんです。お金がなくなってついに出されること、そしてホームレスになる、荷物がいらない、つまりホームでこの自分のものを売ってるわけです。なんという悲しいとこだろう。ここは一体どういうとこだ。その交差点の名前を見るとなんとそこが涙橋交差点だったんです。悲しい悲しいとこです。そしてその次が北千住、北千住からは埼玉に通じ、そして北千住の次の小菅からは小菅の刑務所に通じる。これが悲しくなくて何が悲しい。19時43分発準急新栃木行きの駅発車のベルはまだ鳴っていました。そうだな、たまには竹の塚から家へ帰ってみようか。電車に乗りました。そしてこの北千住、最近は変わってきました。もう学園関係の看板なんか多くなりました。そして東武線の前に必ず出てるのが足立学園です。足立一の名校ですよ。この歩いて2分のところにあるのが足立学園です。足立区長が出たんです。うちの息子さえ出てるというその足立学園の正門の目の前がびっくり屋パート2。勉強とパチンコと同時にできるという素晴らしい環境です。こんな北千住を通るのに一番ふさわしい電車、それは何といっても東武日光線ではないでしょうか。東武日光線といいますとまず始発駅の浅草には観音様、途中の西新井には大師、終点の日光には東照宮、寺から寺へ、まるで四国の巡礼ツアーみたいな。しかしこの東武線経営努力してます。最近は全然違います。あの浅草の始発駅に大きな電光掲示板に出てますね。浅草会津高原に40分、誰が乗るんだそんな4時間40分ですよ、ね、秋田新幹線乗るともうとっくに秋田へ着いちゃう。ところが東武線は4時間40分かかって会津若松にまだ着かないという。そしてこの悲しみの源流は、僕は北千住の悲しみは浅草にあるのではないかと思うようになりました。浅草というと誰でも知ってるのがあの浅草の観音様です。末寺末社の多いので有名です。僕は調べました。57箇所ある。信心深いお年寄りが100円ずつ賽銭をあげるとなんと5700円も吸ってしまう。年寄りから金を巻き上げる町、それが浅草だった。裏の方にはいつも一年中露店が出てます。
この露店がまた悲しいです。一番悲しいのは、ここ10年売ってるので、去年うちでの小槌を売ってるおじさんが、しかしそのおじさんどう見ても金運がありそうに見えるじゃあうちで振ってるバカ野郎みたいな、そんなことも気がつかない。悲しい悲しい。19時43分発準急新栃木行きの発車のベルはまだ鳴っていました。おととしですが、この北千住ホームが一新されました。なんと5階建てになったんです。全てが、まず地下1階に千代田線、1階が JR、 2階3階4階これが東武線です。東武が君臨をしている、まさに北千住です。この北千住東武線のホームには以前は看板がありました。前はこれが全部大学です。大学関係、埼玉短期大学、足利短期大学、短期大学、全部短期なんです。もう北千住の人たちは長いの嫌いなんです。短くていいよと。しかし佐野女子短期大学、聞いたこともありません。佐野と言ったら誰でも知ってるのは佐野厄除け大師です。あれだって言ったやつは少ないです。毎年暮れになると関東の三大師バーンってやるからね、あれ見て嘘だろうなと見てるから知って、どうも聞いてみると佐野厄除け大師が佐野女子短期大学を経営してるらしい。学力はつかないけど厄除けに19時43分発準急新栃木行きの発車のベルはまだ鳴っていました。そして北千住の月の駅が小菅です。すぐ 2,3 分のところに5階建ての建物がダーッと見える。時々夫婦がいいわね、あれ駅近くて、あの団地どうやったら申し込めるこれが小菅の高知城ですから、乗降客がめっきり少ない。本当はぞろぞろ降りそうですがほとんどいません。一列車せいぜい 5,6 人です。そしてその小菅の改札を紙袋を持って降りると、差し入れですかと駅員が声をかけてくる。なんという優しい駅員さん。ええ、まあ長くならないといいですね。優しい駅員さんなんです。そして毎年春になるとツバメが飛んできて小菅のホームに巣を作り、秋になってまた再び暖かい方に飛び立つとき、駅員さんが今年はサンバ巣だったな、でも小菅の刑務所からは一体何人巣立つんだろう。そしてこの東武線、最初の準急の停車駅が西新井です。この東武線には昔からことわざがあります。降りるが勝ちという先に降りた者が勝ち、残された者は負ける、すごい厳しいルールです。この西新井でドアが開いて乗降客がぞろぞろ降ります。最後に降りる乗客が残された乗客たちを見て、まだ乗るのかやっぱりお前たちは埼玉県民だったんだな、俺たちは東京都民だ、いや田舎じゃな、ピャッピャッピャッ。残された乗客たちはここにじっと耐えねばなりません。埼玉のどこが行けねえんだこの野郎、俺なんか一の愛一の愛だこの野郎、クレヨンしんちゃんの春日部より一つ東京よりだこの野郎、32坪ある高級住宅地に住んでんだこの野郎。ところが一の割でも全く同じことが起きる。まだ乗る、どこ行くんだ、群馬か栃木か鳥取か田舎じゃな、群馬の動画いけねえんだこの野郎俺の家だから89坪あって柿の木が3本あるんだ、柿の木が春になるとガマガエルが2匹出るんだ、ガマガエルが、ガマガエル2匹しか自慢のできない男の話に一体誰が理解できるというんで、
そしてこの降りるが終点の新都市まです。悲しい悲しい電車です。19時43分発、準急新都市行きの発車のベルはまだ鳴って、そして準急の5つ目ぐらいの停車駅に越谷という、ここにはもう20年ほど前から北越谷伝説という悲しい話が残っています。もう20年も前ですが、あるサラリーマンがこの越谷に家を建てることに両親に報告しました。お父さん、お母さん、喜んでください。今度僕あの越谷に家を建てることになりました。何言う？越谷というのはあの埼玉の越谷か？バカ野郎、東武線だろ。東武線なんてのは10年前まで牛と豚しか乗れない。なぜお前はそういう人の道に外れたことをする？お父さん、何ですかその人の、お前は人の道も知らずに大きくなったのか？教えてやろう。人の道というのは中央線、京王線、小田急線、この3本だけが人の道だ。これが西武新宿線になってみろ、微妙なズレが生じる。東武線なんか丸気取れるな。本当にお前のようなやつはもう息子じゃない。とっとと出てけ。そんなことで、母さんそんなこと言わないだろう。いえ、埼玉に住むような子は産んだ覚えはありません。そしてこの男は北越谷で食って死んだと。これが悲しい北越谷伝説。19時43分発、準急新都市行きの発車のベルはまだ鳴っている。しかしこの新都市というのも悲しい駅です。昭和3年から新都市です。いまだに新都市、一体いつ旧都市になるんだ。そして東武線よく見かける光景に、田んぼを埋め立てた荒れ地を見ることができる。あの荒れ地に真っ先に根を下ろして20センチぐらいの見てくれの悪い雑草、黄色い花を咲かせる貧乏花という。僕は地元の子供から教わりました。おじちゃんダメだよ、それ触ると貧乏になっちゃうから。彼らの言うことは本当だった。あそこに家を建てるとローンの払いに終わる、しかも土地の値段は下がる、不になってしまう。19時43分発、準急新都市行きの発車のベルはまだ鳴っている。その時一人の女の子が電車にポーンと飛び乗ると、つり革にぶら下がって必死に顔をこう伏せてる。それを見た瞬間、なんだこの子泣いてるよ、どうしたんだろう。ひょいっとホームの方を見ると、彼女の連れらしい男がすまなすそうに背中を丸めて行ったり来たり、やがて階段を降りて下の方へ。あいつが泣かしたのか、悪いやつだな。おい、俺女泣かすなんて許せないよ。おい、大丈夫か。おい、なあ、彼女は生まれて今日が一番悲しい日なんだよ。北千住の二人は専門学生かなんかだよ。そしてこの子は市街の先の大袋あたりにお母さんと住んでる。駅を降りると彼女は寂しさに耐えかねて、駅前の果物屋でリンゴを一つ、それをまるで別れた男のように大事に持って帰る。家へ帰ると、うちはお母さんがスナックを自宅を改造して経営している。横の入り口からトン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 と階段を上がると、お母さんがその音を聞きつけて後ろの小さいドアを開けて、沙織かい、あのさ、あのご飯の支度できてるから、あの温めてお食べ。彼女はお母さんに心配かけまいと無理やり明るく振る舞って、あのさ、なんか北千住で信長ラーメンって変なの食っちゃったから、もうあのお腹もいっぱいで、これからレポートもあるし、あのいい、あ、そう、じゃあ分かった、じゃあおやすみね。はい、おやすみ。何、
ママの娘さん、沙織ちゃんつうの。へえ、明るくていい子さあ。いや、ほんとにもう私の子なんだから、ゲッゲッゲッ。彼女は襖をビタッと閉めた瞬間、全身の力がずる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 、そして持ってるリンゴをボロッと放つ。やがて気を取り直し、リンゴを持つ。引き出しから果物ナイフ、そして少し向くと別れた男のことを思い出して涙。それをこらえてまた向く、また涙、また向く、また涙。何度もやってるうちに、彼女の目にはもう涙がいっぱいあふれて何も見えなくなる。ただ彼女の目にはあのナイフのギラギラとした輝き。そこで思わず喉にベサー、違う、ドフィアー。こうなったら大変だ。こうなると俺は優しさおじさんになっちゃう。どうしたんだい、何か悲しいことがあったんじゃないのかい。いつでもおじさんの胸へ飛び込んできていいんだよ。おじちゃんの胸汚くないよ、アクロンで洗ってるからふかふかなんだから。大丈夫かい。おじさん、ありがとう。実は今日男に捨てられたの。そうか、いいんだよ。おじちゃんなんかずいぶん捨てられたことあるんだから大丈夫か。送ってってあげようか。いえ、だからといって変な下心はほとんどないんだ。大丈夫かい。おじさん、ありがとう。そう、俺はこう言って慰めてやろう。その瞬間ホームへボーンと飛び出し、いけない、竹の塚へ止まらなかった。ガッシャドアが閉まった。いけない、ドアが閉まってしまった。え、あの子大丈夫だろうか、一人でうまくやってくるんだろうか。大丈夫か、くじけるんじゃないぞ。一度や二度なら失敗なんかで大丈夫か、元気出せよ。盛んに手を振ったのです。電車はクン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 と悲しい音を立て、あの悲しみを埼玉に向けて消えていった。今日はこの辺で、ありがとうございました。どうもありがとうございました。炎上師匠で悲しみは埼玉へ向けてでした。いや、映画の飛んで埼玉を落語にするとこんな感じってねえ。いや、でも飛んで埼玉も原作は随分と古いっていう話だから、どっちがどっちだか分かんないけど、徹底した東京上位思想ってなんだ。いや、東京に生まれてよかった、一言で聞けるもん。いや、これ埼玉の人どう思ってるんだろうね。飛んで埼玉もそうだけど、腹立ったらクレーム入れた方がいいかもしれないですよって。お前が言うなって。じゃあまた次回お楽しみに。